2020年のオリンピック開催地決定まであとわずかになりました。ブエノスアイレスでは IOC 国際オリンピック委員会の総会の開会式が行われ、安倍総理大臣や東京都の猪瀬知事らも出席しました。現地から中継です。はい、非常に華やかな雰囲気の開会式でしたが、実は水面下では激しい戦いが繰り広げられました。なぜならそこがロビー活動の追い込みをする場所だったからです。開会式には IOC 委員や招致関係者らおよそ1000人が集まりました。中ではタンゴやクラシックの演奏などが披露されましたが、一挙に IOC 委員に会える貴重な機会だとして招致関係者によるアピール合戦が繰り広げられました。一方、安倍総理と高円宮妃久子様がスペインのフェリペ皇太子夫妻と談笑するなど、親睦を深める場面も見受けられました。終了後、東京勢は満足げな様子で会場を後にしました。日本チームは全力を尽くしてますので、明日までみんな気を締めて。今日もいい会食だと思います。接戦だけれども、とにかく勝つ、そういうつもりにきます。東京は福島第一原発の汚染水問題が懸念されている中、マドリードが票を伸ばしているという話もあり、招致活動は混戦模様です。開催地の決定まであとおよそ17時間、結末は IOC 員一人一人が握る票の行方に委ねられます。